直人が次に訪れたのはアフリカ東部、西インド洋に浮かぶ島国マダガスカル共和国。生態系が独自の進化を遂げ、生物の宝庫として知られる場所。そんな島国で一体どんな音楽が待っているのか。早速空港内で CD ショップを見つけた。全部、in Madagascar there are 18 tribes。いいじゃんいいじゃん。こんな空港で、空港出て10メートルのとこでいきなり CD 買うわ。これ世界最短かもしれないこれ。あれ60カ国目だなこれ。聞いてみようか全部。 OK 行こうか。 I'll take this all 27枚。聞くぞ。いつも通り大量の CD を購入し空港を出る。なんか穏やかねマダガスカル。ミサオトラ、ミサオトラね。ありがとうミサオトラ。いいねなんかミサオトラ。ありがとう。今CD 屋のお姉ちゃんに教えてもらったけど、からのお金の単位がありあり、1万ありありがとか、なんか覚えやすいね。いい気候、湿気がない。どんな自然とどんな音楽が待ってるんでしょう。楽しみねマダガスカル。この国ではどんな出会いが待つのか。マダガスカルをひとまず走る。すげえ人いんな。サラーマ、綺麗ね。教会に赤い、お上手。バランス感覚いいねあなた。人の顔はアジアでもアフリカ、ちょっとインドアラブ、本当に混ざってるよな。面白い。親近感が湧くね。人の穏やかさも人の顔とかも、あ、小学校の時クラスにこの顔一人いたっていうような、そういう子はいるもんねちょいちょい。あ、クラスいたいたいたみたいな。だそういう意味でも親近感湧くよ。でアフリカの中のアジアやな、ここはマダガスカル。村に降り立った直人、食堂を見つけた。食堂、いいね。
パスタ。出てきたのはパスタ状の食べ物。そのお味は。いただきます。うん、おいしい。悪くない。スープいいね。ありがとう。うん、おいしい。セボン、セボン、セボン。トンドエ。フォアソン。シャウエ。まあまあまあ、魚？フィッシュ？続いて出てきたのは魚料理。まあまあ黒いねこれ。ラポネルバトマン。ミサウラ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 。パスタみたいな、なんかサラダとパスタ混ぜにスープ、コンソメスープみたいな。で魚がちょっとね、ちょっと厳しかった、グロかった、ちょっと残しちゃったけど美味しかったけどね。いやいいよ、ローカルフードいいよやっぱり。マダガスカルのローカルフードを堪能したナオト、現地の人から伝統楽器を習うことができる場所があるという情報を聞きつけ、そこへ向かった。マナウナサラマ。うわぁ、すげえかっけえじゃん、なんかより。わお、マナウナサラマ、サラマ、マナウナサラマ。あ、なんちゅうの。目的の場所に到着。聞こえる聞こえる。習ってるんだ。子供が習ってるバリア。バリハ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 と呼ばれるマダガスカルに伝わる伝統楽器。竹で作られた縦ごとである。へえ、作ってんの？へえ。バリハを教えてもらう。あ、どう？なるほどなるほど。これメロから覚えた方がいいじゃん。な、無事になっちゃう。バリハの他にもここには
マダガスカルのさまざまな伝統楽器があるようだ。ヒメヒメ。Yes。 これかっこいいね。All of Madagascar。Madagascar。All of these。楽器の使い方を見せてもらう。これは？いろんな伝統楽器に直人は興味津々。すごい綺麗なんです。セッションが始まった。直人も加わる。じゃあこれ買いたい。これが5万で12万全部で。めちゃくちゃ安いね。10点購入でなんと約4400円。よかった、ちゃんと楽器を変えて。ブラフィベルナーオオーカイミサウトラミサウトラリナルセロパス。習いのめっちゃ楽器かわいいの、嬉しい。あれまた頼む。ギターを持った少年に遭遇。いいよ、アプレ。いいから弾いてみろとギター少年を促す直人。うわー、いい歌ね。いい歌、ブラボーブラボー。へー、いい歌。じゃあ、お礼に日本の歌を。ちょっと貸してる、いい？歌を聴かせてくれたお礼に、今度は直人が歌う。あいつにも楽しそうに笑うから、もう苦しいよこれが恋かと思い知る。いつかきっと伝えたい、君じゃなきゃダメなんだ。いつかきっと叶えたい夏の空に夢描く。いつかきでも
守りたいから。イザウトラ、またね、ナオット、バイバイ、バイナオット、バイバイ、またね、バイバイ。たくさんの笑顔に見送られ、ナオトはマダガスカルを後にする。最初確かにそう、自分から歌おうってなってなかったもんな。最初の2週間3週間ぐらいは気がついたらもう一緒に歌いたいなこの子たちと、とか、あ、ちょっと届けたいな歌っていう、そういうマインドに変わってったね。確かに自ら歌おうっていうのは確かに最初の辺はな、ちょっと違った。むしろやっぱ聞きたいし入れたいっていう、インプットしたいっていうスタンスだったんだけどな。今でももうね、そのインプットしてしたいっていうマインドは変わらないけど、プラスアルファでなんか歌いたいな今って思うことが多くなったね、この旅を通じてね。まあでも確かにな、ずっと旅してたらいいかって言ったらまた違うんだろうな。そしたら今度旅の良さが分かんないもんな。また旅をすることでいかにこの6年間ありがたい、とても恵まれた環境で音楽をやらせてもらったかっていうのが身に染みるしね。両方大事ってことだね。これだからな、いろいろ世界でショーをやっていける環境を少しずつ作んないから、どうにか やりたいな。いや、マダガスカル好きだな。マダガスカルいいよ。アフリカのアジア、マダガスカル絶対戻ってこよう。音楽をただ無邪気に感じたい、そんな思いでアフリカ各地を巡り巡ってきたこの旅、気づけばその思いはナオトの中で少しずつ成長してきていた。